分類分類分類は、新朝最後の皇帝愛心隠ら不義の側室である。一回は祝費。モンゴル人で、エルデト氏の出身。橋教の娘。1921年、高市皇妃妃により、皇后候補に押されたものの、成果は没落しており、単行皇貴妃に否決された。翌年、不義の祝費となった。1924年、不義、皇后遠洋と共に、 資金城を離れて、天津の長縁に移った。1931年、富儀との離婚を裁判所に申請して認可され、富儀が遺写料5万5千元を支払うことで離婚が成立した。この時の離婚の条件は、分類が生涯結婚をしないというものであった。離婚後、旧新朝時代の定身の要求によって、富儀は分類の位を剥奪、平民とした。その後は、 私立女学校の教師となるが、退職後は次第に貧しい生活をするようになり、1953年9月17日、北京で飢え死にに近い状態で死去した。2004年、新朝皇室の子孫が不義を呼び二人の制裁と、不義が満州国皇帝時代に迎えた二人の側室に死亡を追贈した。しかし分類は離婚によって庶民に降格されていたという理由から、 死亡は送られなかった。ありがとうございます。